ちなみにこのぐらいのどっちかというと高度があるとは言わないぐらいの 3000m ぐらいでも弱くなっちゃう人は弱くなっちゃうんですか。まあまあまあ、いやいや普通はこれしたらやばいことになる。あ、そうですか。だって朝 0m から今安全なのね。これだったら多分いける気がしますね、なんとなく。まだわかんないですけど、これからどんどんダメになってこれから沈んでいく可能性はあるみたいな、ね、今お酒の力かもしれない、うん、でもゆっくりね登ったせいでね今日ね足がつらない、いつもこうやってるとなんか背中とか足とかつってきて、すごいことなんだけど。あ、そうっすか。全然俺今までの富士山が一番楽だ、今日だから倍ぐらいかけてますもんね、うん、6時間ぐらい6時間かかってますよね、うん、多分それはエベレストでも同じなんですね。なるほど。ゆっくり行った方が、いやでもエベレストもこんな感じで登って上で酒盛りしたいですね。上で酒盛りするより登って早く降りてきてベースキャンプで酒盛りする。あ、なるほど。その方が酒がうまい。あ、そうですか。いやもう本当にだから今日みたいに快晴で、パパッと行ってパパッともうあのベースキャンプまで降りちゃって、うん、もうなんか待ちながら酒盛りするぐらいがいいですね。そうだね、やっぱあとなんか分かった、まあ、今日ちょっと自分のこれずっと黒かったんであれだったんですけど、やっぱ昼登った方が気持ちいいですね。昼っていうか 明るい時に景色が良くてね、やっぱあとどっちかっていうとその気分も なんかこう関係してる気がしました ね、 そうだね。なんかこう夜になってくるとか、あの全然同じなんですけど、動いてて夜になってくるのと、朝出発なのとは全然違いますね、気分的に。そうだね、あの動いてて夜になるとちょっとなんかこう寝入るよね、寝入りますね、でも同じように暗くても朝出発だと寝入んない、これから明るくなってくるからね。ああ、だからですか、でどっちか、そうですね。だからやっぱり気分もだいぶ自分の体のパワーを左右するんですね。それはあると思うよ、気分も大事だね。そうですね、ちょっとそうですね、そこら辺も、ああなるほどと思って、まあ、面白いね、面白いいやだからエベレスト見たのもすごい良かったですね。そうか、あれ絶対見ないとダメですよ、本当。あれ見た方がいいですね。いや絶対見た方がいいですよ、なんかお客さんも、ね、よく分かんなくて、ガンガンな人もいるだろうしみたいな、あれだったら多分やめるんじゃないですか2時ストップみたいな、分かりましたね。だから来年エベレスト行く女の子、今年も行った女の子で、あれ見て、気持ち悪くなったって言ったの。あ、そうですか。全然気持ち悪くなんなかったです、むしろ良かったなと思って、もういい映画だと思って、奥さんに見た方がいいよっつってこう言って、なんかさ、淡々としてるじゃん、人が死んでいく、いや、すごく面白いっていうのは、もう面白かったです、それはいいことだ。いやー、ほんと面白いなと思って、逆に言うとね、あれを見たおかげで、あ、ここまだ低いしなみたいなそうだよね、ヘリも飛んでくるしなとかね、逆に言うと吹いてないし、吹いてても要は再演、まああの時点でですけど、もっと今良くなってますよね、6000m まで吹雪いてて、例えば2日、あの死んでたとしても、復活して目とか手とか動かなくても、気合で降りてくれば助かるんだって思ったわけですね、で6000まで今飛ばしてくれるんだったら、もう後でどうやったって、ああじゃあもう今7000目ですもんね、7900までくれるんだったら、もうどんな借金してでも来てもらってでハートと頭だけは欲しいですね、あとは全部サイボーグでいいです、その方がちょっとね、そうだね、そのぐらいででも行かないとあれかもしれないですね。エベレストは地獄の里の金次第なの。ああ、いやもうね、もう借金しまくってでも、あのだからレスキューに金かけんだったら、酸素とシェルパーに金かけた方が、なるほど、あのあ、三浦さんみたい、酸素とか、ね、登れるやっぱレスキューされるってことはさ、やばい状態になる。あ、そうか、しかも倍、3倍ぐらいかかってますね、あの金額で言うと、使わないで酸素で型をつけた方が、そうですね、やっぱり確率は全然
唐草さん、自分が行くとき本当に先払いして、例えば、通常の人の、まあ、30本といかないまでも、例えば15本って、そんなにいらないよ本当ですか。まあでも、まあ、アコンカングは次第で